そうか、はい。どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む、新帝王です。はい。今日は休む予定でしたが、まあ、なんとか、とりあえず寝る時間、確保できて、まあ、起きたんで。はい。プレイステーション2版ドラゴンクエス体ト調は5。大丈夫なのかい？まあ、とりあえず、若はき、い。昨日はお疲れ様。一応、はい。アクセイさん、どうもいらっしゃいませ。はい。ね、プレイステーション2版ドラゴンクエスト5仲間モンスター199匹50音ク順リアフでルきコンやプ。の？クリアはできませんでした。まあ一応最後、まあ7の1まで行ってアウトでしたね。まあなんとか最後にね、自己ベ更新できたんで、まあ有終の美を飾れたんじゃないかなと思うところで、はい、やっていきましょう。まあ、ただ今日ちょっと申し訳ないんですけど、多分2時間ぐらいで今日終わると思いますけど、申し訳ないですね。すいません。4時間はちょっと多分無理です。いつに寝た？昨日2時寝て、でもなんかやっぱ寝つけなかったんですよね。4時ぐらいに寝て、体調大丈夫12です時かにはコツです。起きて、はい、12コムさんいらっしゃいませ。はい。一応ちゃんと睡12時眠は、間お疲れ様でした。寝たんですけど、やっぱまだ疲れが、なんか、取れてないというか、まあ、ちゃんと睡眠取ってるから大丈夫と思うんですが、とりあえず今日は、ドラキ2匹目、ラッキー、確率64分の1のカウント64より再開していきます。はい。いやー。でも意外とね、アクションゲーム12時間なんとかなるもんですね。あ、そっか。メンバー変えたんだった。そうでしたご飯もちゃんと食べるんやで。ね。ちゃんと配信前に食べましたから。いや、食事は大丈夫です。お腹空いたら無絶理対し食べないまですね。から。リベンジ期待してます。リベンジ。今日お休みだと思ってたので時間短くてあ、も本当で嬉しすか。い。いじいらや、れるそう言っこてとくにれる生きがと。いを感じる帝王さん、こんにちは。17コムさんいらっしゃい。いじられる子、生きがいを感じてませんよ、そんな。まあ、ただね、昨日の失敗したんでね、まあ、今日の目標に書いてありますけどね、はぐれの寝ない枠、まあ、決まっちゃったんで、ただ、やるとしてもね、来週の週末に合わせてやるんで、多分ね、今のペースで毎日4時間やったら、多分ね、日程よりちょっと早くはぐれまで行っちゃうかもし疲れれないんたで、と言いながら手話時間いっぱい放送してくれると信じてる。そういうおだて乗りませんよ。今日はさすがに乗りません。世に飲むカラのオケね、行くので10分しか見れない。しょあ、ぼ本ん。当ですか。まあ、しょうがないですね。カラオケ楽しんできてくださいよ。だからまあ今日2時間でね、なんと帝か。王さんにとって果たして祝なのか、わら。いや、まあね、約束事ですからね、ちゃんとね、今日のね、目標のとこに書いてあるね、時間で寝ちなないみに枠、配信するよ、わらい。やりますよ、ちゃんと。僕はね、約束は守りますよ、ね。ちゃんとね、今日の目標のとこに書いてある時間で寝ない枠、やりますから、皆さん楽しみにしててください。まあちょっとね、正式に何日にやるかまではちょっとまだ、まあおそらく来週の、約束守るのは偉い。ハイあ、パーそうエでクすスか。トはリームバーニングテインポ、い、わら。23番さん、はい、タンゴのセックさんいらっしゃい。なんとかね、昨日も寝起きしてました、わら。ああ、そうなんですか。僕はね、ちゃんとね、寝ないで頑張りましたよ。まあ、クリアはできませんでしたけど。いや、ほんと、一発勝負の怖さっていうのも、認識させられましたよ、本当に。もっといけるかなーってね、自分では思ってたんですが。
まあ一発でいけないっていうのもあれですけどね、一発勝負のね、ほんと恐怖というかね、プレーが萎縮したのが一番全く想定外でして、ミスしたらいけないっていうんでね、プレーが慎重に なるというか、うん。眠いの我慢していじってたけど限界だった。まあね、リスナーさんもね、あんまり体調ね、ある、管理十分ね、あんまり無茶しないでいいですからね。まあ僕もね、そのね、一応、目標のとこに書いてあるね、寝ない枠、まあ後日やりますけど、うん、無茶だと思ったら多分ね、途中で打ち切ったりするかもしれませんから、うん、まあその点だけはあしからず。まあ僕のね、その体調の問題よりはね、親をね、気負いしなかった最後が一番うまくいってましたね。気負い知ってなかった、いや、どうなんすか、それは許さん。いや、でもね、問題は親にね、どうやって説得するかですよね、そんな。親にこんなやるよって言ってあんた大丈夫ってね、それこそ止められる可能性もあるかもしれないですからね、うん、ましてやね、昨日12時間やった後でね、いきなり1週間経てばね、忘れて今日24時間やるよとか言っても、まあだからうまくね、ごまかすしかないんですよね。向こうのね、親の寝る時間とかを合わせて、うん、どうにかね、18時間ぐらいとか。いじられることに生きがい感じてるんだ、わかってくれって頼む。いや、そういうことじゃありません。なんとかね、したいですね。そう考えるとね、このこっちの配信は楽ですよね。とりあえず口笛吹いて、あとはね、出てこなきゃ逃げて、出てくればただ戦えばいいってだけですからね。うん、ね、もしかしたら今日多分なんか今日開始の段階で結構ね。部屋から声が漏れて注意されることを懸念してるんですか、それとも他のことかな。いやだから。ね、ニコ生やってるとは言ってませんし、まあニコ生やってるって言っても多分親にはね、通じませんから、うん。ただね、24時間寝ないで何かをやるっていうことをね、伝えたら多分体調気にすると思うんですよ。24時間も寝ないでそんな大丈夫とか、うん。そこがちょっと、うん。だからまあ、僕がニコ生やってるっていうか、まあなんかね、ゲームのことやってるっていうことは親は知ってますから、うん、アクションゲームだと米飛ばすからな、何回も。いやいやいや、あの子もやっとやりたいことが見つかったのね。ああ、なるほど。いやね、これがね、そりゃね、何かね、親孝行っていうかね、お金に、ね、なることだったらまだいいんでしょうけど、こんなの本当趣味ですからね。体調ね、アクションゲームだと米飛ばすことからなんかそんな飛ばしてました。いや確かに昨日最後はね、集中したいからってちょっとね、リスナーさんのコメントちょっと飛ばしはしましたけど、それ以外は結構ちゃんと答えてたはずですけど、嘘つかずに素直に言った方が良いのでは。ただだからね、まあちゃんと話してね、そのそれで24時間やってね、なんかね、体調壊したら、それはそれでなんかね、親に申し訳ないとも思うし、まあリスナーさんに対してもですけど、そこどうするかですよね。まあ、来週だったら、忘れてんじゃないかな、24時間。
うまいこと18時間とかごまかして、そこでなんとか手打ちするしかないでしょう。とりあえずまだ1週間猶予ありますからね、その間になんとかね、体調も回復させればまあ24時間いけるでしょうし、ただもちろんですけどね、24時間やった日はさすがに翌日と翌々日ぐらいは休みもらえますよ、本当にちゃんと、そうしないと本当に多分とんでもない。まあ、得なら72時間でいいやん。なんで増やすんです、増やして嘘つく意味ないでしょう。72時間とかさすがに親も何考えてるのって止めに来ますよ、さすがに。ちょっと、でももう休む？え？甘えんな。あなた鬼ですね。24時間配信でも休むと、休むなとおっしゃるか。無理でしょ。いや本当に体力つけなきゃかな、本当にね。ゲーム配信のために体力つけるっていうのもなんかどうかなと思うんですが。昨日のマリオね、後日リベンジ、いやもう無理じゃないかな、無理じゃないんですかね、僕のねスキルじゃ、才能じゃ、もうあれ以上はちょっと、7の1でね終わっちゃったけど、言ってその後ね7の2のさらに7の3もありますからね。さすがに一発勝負じゃ、もうちょっと頑張れてもあの辺でしょ、時間ないから最初から飛ばしていじるのよ。いや知りませんよ別に。そんな飛ばさなくていいですよ、あなたも体調ね管理して無理せず、適度にねいじってくれればいいですから。いやーほんとだからカラオケ行く言ってるやん。いやだからいやだからカラオケ行くからって言ってもね、別にそんな10分間でもそんな無理しなくていいですから、ね、カラオケのためにね体調ね温存して体力残しておいた方がいいんじゃないですか、まあ僕も今日はもうちょっとじゃあ時間来たんで頑張ってね、無理しないで、はい、はい、無理はしませんけど、ちょっと今日もう喉もの喉もなんかガラガラですし、昨日も昨日で結構ね省エネでやってたと思うんですが、今日も今日でまた省エネでって感じで、まあ今日はだから2時間だけだと思いますけど、2時間でねせめて2匹目のラッキー、いや贅沢にならね3匹目のヨッキーも終わらせたいんですが、ただあんまりねハイペースで行ってもハグレが来週の週末ってことならそこまでペース上げなくてもいいとは思うんですが、昨日はどうでしたか？はい、39コムさんどうもいらっしゃいませ。昨日はマリオ失敗しました。
最終的に7の1で終わっちゃいました。はい、申し訳なかったです。せめてやっぱり、うん、もうちょっといけると思ったんですけどね、うん、やっぱドラキーは片付けたいですね。そうですね、ドラキー片付けて、うん、ね、来週までまだ猶予あるとは言ってもね、意外とねそんな余裕かましてたら全く出ないってこともありますからね。言ってまだね、ハグレの前にね爆弾魔とかいますからね、うん、そう考えるとちょっと怖いです、うん、3匹目も1/64ですか。そうですね、ドラキーに関しては、はい、3匹目も64分の1です。というかあと残ってるタリオですか、ドラゴンキッズ、ドラゴンマト、ドロヌーバも同じく最大64分の1ですね。1匹目が16分の1で、2匹目、3匹目が64分の1で、はい。だからね、そんなに時間はかからないと思いますが。ね、言って64分の1もね、運が悪かったら 2.5 倍ぐらいまでは十分いきますからね、うん、そういう意味ではね、起き上がる確率というよりはね、モンスターが出てくるペースが結構重要になると思うんですよ、うん、14でもハマる字はハマる。石畳さんどうもいらっしゃい。いや全くですね、うん、まあそれでもね、4分の1でも2倍ハマりはないですから今んとこ僕、はい、なんとかね、うん、そういう意味では64分の1ぐらいまではね、まあ確率もありますけど、何回枯れるかってね、1時間あたりのペースの方が大事ですから。まあ今23分で、うん、12回あんまり早くないですね。ちょっと、うん、ドラキ、うん、仮場所としては、うん、多分ここが一番いいとは思うんですが、うん、ね、某攻略サイトだとね、ボブの塔周辺がいいですよなんて言ってましたけど、あれは絶対嘘です、うん、それともあれ夜限定、そんなバカな、だからまあなるべく早くね、数稼いで、うん、それが多分64分の1のね最適解とは思うんですが、いや早いな、早いなっていうか、もう30分、もうとか言ってる。まあ一応今日2時間配信ですけど、さすがにちょっとね、ドラキ2匹目は仲間にしたいんで、もしね2時間以内で仲間にならなかったら、仲間になるまではちょっと続けるかもしれません。そうはなりたくないんですが、うん、まあでもね、もし2匹目来たからってそこで今日終了とかはね、ありませんから、ご安心を。最低2時間はやりますから、はい。ね、まあ昨日のねマリオ見てね、もしかしたら今日から配信見に来てくれる
ってるリスナーさんもいるかもしれませんけど、普段はこういう本当につまらない単調な作業やってるんですよ。もうね、ちょっと あんまりなんかね、ニコ生的には面白くないかもしれないんですけど。よっしゃ、ラッキー。あと2時間後に起きて。いやですよ。なんで、いいですよ。今起きてくださいよ。ドラキーはそこまでハマった記憶ないんですけどね。まあね、こういう時だからこそね、逆に 来てくれないっていうことは十分ありえるんですが。まあこっちはね、マリオと違ってね、諦めなければ、絶対いつかはね、ゴールにたどり着けますから。いや、だから、マムルさんどうもいらっしゃい。いや、ハマってるって言っても、今日はカウント64から、始めたんで、まだね、今日だけなら、まだカウント17しか進んでませんから。そう考えたら、まだまだ大丈夫です、大丈夫。僕の経験則では、2匹目ね、ハマった方がね、逆に3匹目がね、早く仲間になるパターンがあるんで。あ、広告どうもありがとうございます。あと2時間抜かしてラッキーさん。嫌ですよ。嫌です。もう、2時間以内に仲間にして、今日は昼の部2時間で終わるんです。まあこればっかり本当にね、逆に言えば僕の努力でね、早めるってことができる作業じゃないんでね、こればっかり本当、うんぷってんぷというか。まあもしね、初見さんというか、ドラクエ5の配信初めてね、ご覧になられてるリスナーさんいるんでしたらね、下の方に過去のね、仲間にしたモンスターの大体の超過を、それなんですよね。まあね、本当に いくら僕がね、持ってる系生主とはいえ やっぱ数こなさないとね、どうにもなりませんから。で、ちょっと戻りますけど、まあ下に過去のね、仲間モンスターの僕の超過ね、載せてますんで、まあ大体結構ね、比較的そこまで今までハマらずに結構順調に来てるんで、きっとね、2匹目のラッキーも、そこまでハマらずに、多分あとどんなに運が悪くてもあと40回ぐらいで来ると思うんで、そう考えればね、2時間以内に十分終わると思うんで、初見、今日も上流売ってますね。初見さんいらっしゃいませ。っていうか、初見なのになんで上流売ってますねってご存知なんですか？ おかしいでしょ？矛盾してますよね。そんなに言い訳がましいですかね、僕。いや、そりゃね、全く言い訳しないとは言いませんけど。キラーンマシン3機がほぼ理論値ってすごいな。俺は1機目仲間にする前に図鑑の討伐数が999いった。本当ですか。でもまあ言ってね、キラーマシン結構ね、出るときはね、2匹とか3匹まとめて出ますか。まあそれでも、初見さんは同じ画面から動かないし、ストーリー進まないし、ボカーンなるかも ね。なるでしょうね。絶対これ、何こんなつまらない作業やってんのかって。興味ないんで1分も見てませんか。ああ、そうですか。興味なかったですか。まあね、見ない方がある意味正解だったかもしれませんけど、それでも最後は結構頑張ったと思うんですがね。まあ失敗しちゃったんでね、今日の目標のとこに書いてある、まあ結果になっちゃったんですが、申し訳ないというか、こいつ何やってんだみたいな。なあ、思うでしょうね。ね、ただ動かずひたすら口笛三丁に吹かせて 逃げて戦っての。
ね、こんな本当、ね、こんなことやるんだったらね、アルバイトでね、なんかバイトでもして、お金でも稼いだ方がマシだろうねって。2、3期で出ることも多いけど、全部3期編成でも333回からぶり。まあそうですね。よかった。うん。きついですよね、普通の人は。ね、まあ僕はね、さらにその後の1024分の1とかの苦痛も知ってたから、まあ、良かったんですが。ね、これ、なかなか、やろうと思っても、これもね、誰にでもできることじゃないとは思うんですが、うん、まあ、ただ必要なのはね、本当にゲームのうまさとか関係ないですからね、ただ一つ、根気だけですからね、運が悪くたってね、いつかは頑張れば、ね、起き上がってくれるんですから、ただ諦めない心、それだけあれば、これはね、きっと誰にでもできますから。そう考えると気が楽ですよね。そんな、昨日の一発勝負のね、あんなプレッシャーとか、うん、ないですからね。でもやっぱりね、僕、うん、やっぱりアクションゲームとかね、シューティングとか、そっちのね、やっぱ、反応速度が要求されるゲームは、うん、向いてないんだなっていうのは、まあね、再認識しましたよ。回数こなす効率くらいしか左右されないですからね。そうですね、うん、ただひたすらに、うん、出やすい場所をね散策して、うん、まああとはね嘘か誠か、そんな人のためにアクションリプレイですよねいやアクションリプレイでもどうなんですかね。ねえ、まあ、アクションゲームで、まあ、無敵とか、まあ、あるっちゃありますけど、でも、それ使ってクリアしても、あんまり面白くないでしょう。まあ、スーファミならね、人し好み、ありますから。でも、それは、それで仲間にしても、楽しくないでしょう。まあ、起き上がったね、直後は楽しいでしょうけど、ね、そんなんで、ね、全部集めたからって、何の達成感もないでしょうし。やっぱりね、多少のね、苦労や困難をね、乗り越えた上で達成するから、満足感もね、あるんでしょうし。ね、今はたとえ辛い作業でも、199匹終わった暁にはきっとね、この上ない充足感が得られるでしょうから。まあ、そんな日がいつか来るのを信じて。それでもまあね、当初はね、これ一応先月ですかね、7月から始めてるんですけど、うん、まあね、クリア達成まで半年って当初はね見積もってたんですが、まあ比較的ね、今まで、うん、ハマってるモンスターがいないおかげもありますけど、これならね、多分3ヶ月ぐらいで、うん、達成できるんじゃないかなと今のところ考えてるんですけど、それでも2ヶ月あるってね、まあ突っ込まれたらしょうがないんですが、まだ終わらないで59号さん、お前いらっしゃいませ。終わりません、これあと2ヶ月ありますから、全然余裕ですよ。あと2ヶ月は楽しめますよ。言ってね、まだね、いわゆる五強と言われるね。はぐれ、言ったな。怖いですね、はぐれメタル。うん、まあ来週にはね、こいつと相まみえるわけですけど。怖いな。うん、でもね、真面目に見積もってもあと2ヶ月で多分、終われると思うんですが、別にそこまでね、早く終わらせたいとかそういうのは焦りとかないんでね、別に最悪ね、半年かかってもいいかなと思うんですがね、リスナーさん的にはね、なんか他のゲームやってとか、何の罰ゲームですか。罰ゲームって何に対しての罰ゲームなんですか。僕が何かしました、その罰ゲーム受けなきゃいけないようなこと。そんな記憶全然ないんですがね、昨日のね、マリオクリアできなかった罰ゲームがね、目標のとこのね、寝ない枠ですけど、うん、
これ以上何の罰ゲームを被らなきゃいけないんですか、僕は。おかしいでしょ。あとね、一応、まあ今日からもしね、ドラケ見に来てくれたリスナーさんに、まあ説明すると、一応夜の部も、はい、やってまして、夜の方は、今は、任天堂 Wii のドラゴンクエスト1、2、3の中のスーパーファミコン版のドラゴンクエスト3の、お金を、ゴールド使用禁止の縛りプレイやってますね、はい。まあお金使用禁止なんでね、うん、当然ね、武器、防具、アイテムなんかの購入できないし、宿屋のお金の支払いもダメですし、もっと言うならね、教会でのね、毒の治療やね、蘇生なんかもできませんし、あと言うならスゴロクのね、その、うん、お金減るマス入ったらアウトですから、スゴロクも実質ね、使えないって、うん、まあそういう感じの縛りやってます、うん、ちなみに、うんと今なんですか、テイク3ですか2回ほどちょっと全滅というか、うん、して、一応全滅もね、所持金が減るんで、お金を使用したという判定にのっとって、ルール違反で。お金縛って199仲間にしてよ。お金縛ってて、もう お金、いや、これ、宿、あ、タダで泊まれるとこって、どこですか、修道院ぐらいですか、うん、もう、お金は全然使わなくていいと。いや、まあ、もう防具とか買っちゃったし、嫌ですよ、こんなんで縛って、また最初からとか、嫌ですよ、もう嫌だ、それは嫌だ、うん。なんでね、ドラクエ3。ごめんください。うん、はい、63、ごめんなさい、はい、いらっしゃい。ウォーキング、お疲れ様ですか。なんとかね、ただならグランバニアも使えるというのに。あ、本当ですか。あ、ペコさんどうもいらっしゃい。はい。あ、お疲れ様です。グランバニアただでしたっけ。初めからに決まってるじゃん。いやいやいや、うん。いや、だから、こっちはやりませんよ。そんな初めからなんで。そんなド S なこと言って、さすがに。うん。まあ、それでもね、ドラクエ5は2回全滅して、最初からやり直して、うん、今、テイク3ですか、うん、ね、それで一応、うん、ボストロール倒してね、あとオロチ倒してオーブ3つ手に入れれば、またパラモスまでハマってますね。そのいいんですけどね、こっちは別にそういうのびっくりしないっていうか、うん、何の影響もないからいいんですけど、うん、まあドラクエ3ね、結構2周目のバラオスも結構ね、なかなかギリギリの攻防戦だったと思うんでね、もしね、プレミアム会員さんいればタイムシフトでね、バラモス戦見ればなかなかね、激闘だったと思うんで、楽しめると思いますが、うん、まあそのバラモスとも多分今日2時間か、いやレベル、できればね、さすがにもうちょっと今回は真面目にね、ゾーマまで倒してクリアしたいんですが、そういう意味でもうちょっとね、レベル上げてから安定取っていこうかなと。せめてね、今日放送しないって言ってなかったか。いや、間違えた、あ、間違えた、ごめんごめんなさい。いや、だから昨日届いたフロントミッションさん、そろそろクリアだお。あ、もうクリアするんですか、早いですね。ちょっとね、フロントミッションやったことないから、どれぐらいなのか。バラモス戦は何日に放送のものですか。どうですかね、確か、ちょっとごめんなさいね、木曜日か金曜日だったと思うんですが、多分先週のね、多分だから今だと見られると思うんですが、行ってしまったな今日。いやいやいや、今日、いや、いや今日2時間じゃちょっとね、今日のドラクエ3もね、2時間で
終わっちゃいますから、いや、時間はあるっちゃあるかも。いや、やめときましょう。やめましょう。ね、バラモス負けたらまた最初からですよ。それはもうリスナーさんもね、ご面被りたいでしょ。ね、そう考えたら安定してね、バラモスもね、フバッハ、ね、僧侶がフバッハ覚えるくらいまでね、レベルガチガチに上げてからクリアでいいんじゃないでしょうか。ね、そうでなかったらね、バラモスにね、ラリホが入るかのね、運ゲーですからね。そういうの考えたら もうちょっとね、カツカツにレベル上げてからクリアでよろしいんじゃないでしょうかね。なんて言ってる間に、まだ40分。さっきは早いって言ったのに まだとか言ってるし。バラモス戦でフバー派は本気の手堅さだな。ただ、本気でしょうって。そこまででもやっちゃったらさすがにね、負けないし。ね、リスナーさんとしてもね、全滅が見たいってね、方もいるでしょうから。バラモスって寝るんですか？寝ますよ。負けたら商人さんを試すゲームだから、それが見たいのよ。本当に商人さんに。いや、だから、まあね、前にも言いましたけどね、次ね、全滅したらね、リスナーさんに食料ね、安価も全部投げるとはね、宣言しましたけど、そうしたら本当クリアどうなんですか？大丈夫なんですか？僕。穴掘り効率3倍だぞ。3倍になりませんよ。ね、盗賊のね、あのね、アイテム盗むのはね、盗賊がいればいるほどね、確率上がりますけどね、あんなふうに別に人数増えたからってドロップ確率上がるとかありませんから。ないでしょ、ないでしょ。いや、知りませんけど、正確には。だって結局ね、掘らせるのは一人なわけですから。いや、まずいですね。カウント100超えちゃいまして。そういえばシーザーはレベルカンストですか？シーザー、いや、まだレベル3ぐらいは。お金集まる率も3倍。いや、集まりませんってか、お金が集まってもね、意味ないですから。この縛りプレイだと買い物できないし、お金なんか貯まっても無用の長物なんですよ、この縛りだと。シーザーはね、ちょっとレベル57までね、上がったんですが、ちょっとね、まあ、後々のね、ヘルバトラー戦とかを見据えて、まあ、今言ってね。縛らなきゃいいじゃん、おきん。いや、だって、じゃあ縛りプレイ僕がやったり、始めた意味はないでしょって。何の縛りプレイ、僕が決めた縛りプレイって、何のためにやってるんですかってなっちゃうでしょ。ねえ、ひどい。僕はきっとね、リスナーさん、こういう縛りを見たら面白いんじゃないかなって、クリアできるかどうかなってね、そういうの考えて。商人3人縛りでいいじゃんか。だってそれ面白いですか？ね、言って商人なんてね、役に立たないし、実質勇者一人旅と変わんないじゃないですか、それって。商人さんならお金解禁いいで。ねえ、それ実質勇者一人旅とあんまり、遜色ないでしょ。ね、逆に言えばね、商人3人だけで勇者なしでね、勝てるかって言ったら、バラモスだって絶対勝てないでしょ。回復ないし。ね、どんなにお金ね、貯めて、その、防具固めても。ね、こう、商人3人じゃね、ヤマタのオロチすら勝てないでしょ。そう思うから、いや、だから、ね、あんまり勇者一人旅と変わらないんじゃないかなって思うんですよ、僕としては、その。だから、ね、なんとか。勇者は常に死人やで。いや、勇者死んで勝てるんですか、商人だけで。バラモスとか、ね。ゾウマはまだ賢者の石あるからいいにしても。
そのね、縛りやるならね、また後日、ね、草食ってろ草食ってろって何ですかそんな切れないでくださいよ。切れてるんですか。昔武道家3人ってのはクリアしてたけどね。あ、本当ですか。まあ武道家はね、会心あるから、会心がね、ハマればね、やられる前にやれるっていうのはありそうではあるんですが、小人じゃ無理でしょ小人じゃね、穴掘りしてね、種とか集めてガチガチにドーピングしてもそれでもきついでしょう。まあね、本当にだって言って商人3人ってことはルーラー使えないんですよね、うん、なんで皆さんがそこまで商人にこだわるのか僕は分かりませんけど、商人3人で勝てるんですかね。まあね、後日やってもいいとは思うんですが、やるとしてもとりあえずこの縛りをねクリアしてからですよ、うん、まあね、リスナーさんがそこまでして見たいと言うならね、僕はねリクエストに応えますから、うん、商人3人ね、魔法使い3人で妥協してやる。魔法使いさん、そっちの方がどうなんですか。それは遊びに3人よりはマシでしょうけど、うん、魔法使いもね言ってどうでしょうね。まあね、武器とか防具は買わなくてもですけど、ワイハナ、はあ、はい、まあまあいずれね、何かね、またドラクエ3やるとしたらですけど、ただね、ドラクエ3はまだね、あとこれクリアした後でね、ファミコン版で同じ縛りをねやろうかなって。あ、行く行く、はい、そう考えてるね、うん、まだまだやるとしても先は長いですよ。同一食用3人みたいなそれ僕に頼むより他の誰か生主さんに頼んだ方が早いんじゃないですか。僕言って結構後ろ使えてますよ、うん、それじゃあね、僕としても見せてあげたいですけど、うん、少なくとも今の状況下じゃちょっと、うん、いずれは絶対にやらないからな。いずれは絶対に、いや、だって僕だって、ね、あんたほど暇な人もいないし。いや、いるんでしょ。なんかね、昨日ね、僕が12時間配信ね、これでもう、いや、もういくらね、カウンケ3つでよければやるけど、カウンケ3つほら、やってくれるって人いますよ。カウンケ3つって要するに一人旅でしょうけど、うん、おめえに仕方の面のよ。いやいや、察しろ。だって昨日ね、僕が12時間配信でね、もう疲れて、もういくら僕がねニートだからって、もうこれ以上無理ですよって言ったら、他になんかで、ね、もっとねニートでももっと配信してる生主いるとかリスナーさん言ってましたよ。だから僕より暇なね生主さんいるんじゃないですか、誰か一人ぐらいは、うん、そのお方に頼んでみるとか、うん、いや、だから僕もせめてね、せめてあと来月、うん、24時間枠決まったんですね。で、いつ？はい、宮塚さんいらっしゃい。お前はニートじゃなくて無職な勘違いだ、ね、いや、同じ、いやね、意味一緒でしょ、うん、一応ね、今日の目標のとこに書いてある寝ない枠は、うん、決定したんですが、うん、まだ正式な1日は、うん、決まってます。多分来週ですね、来週の土日、うん、どっちかですけど、まあね、はね、リスナーさんも考えた土曜の昼から24時間が最適なんでしょうけど、うん、場合によっては
ねえ、僕の睡眠のねスケジュール合えば朝からやって。トロキーの次か。ドラキーの次か。え、ハグネメタルはまだもうちょっと先ですよ。ドラキーの後にドラゴンキッズ。決まってないなら決めてやる。この後な。いやですよ。ドラだ、まだハグネメタルまで行ってないんですよ。ね、今ドラキーやってて、さらにその後ドラゴンキッズ、ドラゴンマッド、ドロヌーバーがいて。平日はダメですよ、一般的な社会人には見れませんからね。ですよね。だから僕も土日のどっちかにやろうとは考えてるんですけど、うん、来週ね、うん、まあそれがどうなるか、うん、まあ多分来週にね伸びたんで、ハグネメタルまではね余裕持っていけると思うんですけど、言って今日ちょっとひどいですよね、なんかね、起き上がらないのはともかく、宝箱を。考える前に行動しろ。ドロップもね、ないですから。いや、考える前にこう、だから行動してるじゃないですか、今、はぐれメタルのところまで行くようにって。今日なんか知んないですけど、なんかすごい渋いですよね。起き上がらないどころか、宝箱ドロップするらしか、ね、ないですか。え、24時間テレビと、あれ何日ですか今日15? 来週ですか ?24 時間テレビも、じゃあ。初めて。日テレ潰し。いや、僕なんかがね、24時間テレビなんかに勝てるわけないですけど。ただね、そういう睡眠時間のね、調整もありますから。14-00-16-00指定の宅配便がまだ来ない、うんうん、遅いと感じるのはせっかちかな、しょぼん。まあね、多分そういう場合はね、遅い、一番遅い16時で想定した方がいいですよ、うん、多分ね、宅配する側としてはね、最悪ね、16時までに届ければいいっていう認識でしょうから、まああとはね、配達のねルートによっても多少は影響するでしょうけど、ショボン。何頼んだんですか、ゲームとかそんな感じですか、今日何日。大丈夫、宅配の時間指定は目安だから。間違って帝王に募金来るかもよ。いや、ないでしょ。それこそ僕の自宅でも公開しない限り募金なんか来ませんよ。ねえ、そういうチャリティーとかね、ねえ、それに便乗して、僕もやりましょうか、なんかねえ、口座でも公開して、24時間配信で。案外いいかも。実はオンラインでスマホの機種変更をしてみたんですよ。ああ、なるほど。オンラインでスマホ、今そんなのできるんですか。で、その時期が宅配便で届くと。なるほど。公開すればいいじゃん。嫌ですよ。公開したら実名バレますよ。ね、住所も大体バレますよ、ほぼ。嫌ですよ。そんなんでいくらお金入るかわかんないのに、リスクが高すぎますよ。うん、お金欲しいですけど、そりゃ、うん。お金って言ったらね、昨日のなんかあのね、クリショーでしたっけ、うん、ね、昨日マリオね配信したからね、お金ね、ちょっとね、昨日広告ね前半は結構ついてたからお金もらえるかなって思ってね、クリショー登録しようとしたらなんか予想スコアがなんかゼロだったんで、なんか1円ももらえないっぽいんでやめときました、うん、なんか期待してたよりそんな甘い世界じゃないですね、やっぱり、うん、投げ銭始まっても多分無理でしょうね、これじゃ僕は。お金稼ぐなんて夢のまた夢。キーボードポチポチで自宅に届いちゃう時代だそうです、新品スマホが。ほー、すごいですね、今はね、普通はね、ね、スマホにしても携帯にしてもね、そういう契約のね、ショップ行ってね、直接買わないとですけど、まあ便利になりましたね、今ね、スマホのお店もね、場所によってはね、うちの近くでもね、ドコモなんかね、下手したら1時間ぐらい待たされますからね、うん、
そう考えたら便利な時代ですよね。いや、しかし起きませんね。今日もう50回やったんですけど、ちょっと失礼、ちょっと今何回勝ったかちょっと見てみ、何回、いや何回っていうか、何でしたっけ、ドラキーが落とすのって、ドラキー、薬草4個、草だけに草あって、504匹。薬草だろ。いや、だから。ショップに行くためのバスが2時間に1本くらいしか出ない。確率どんぐらいでしたっけ？しょぼん。ショップに行くためのバスが。草そう。草ですね。まさに薬草だけに。バスが2時間って。厳しいですね、それは、そういうの考えたらね、確かにネットでね、機種変できるなら、それはありがたいですよね。出ないな、薬草すら出ませんよ、今日。ね、普段だったらね、もうちょっとね、宝箱ドロップとかだ、ね、そこそこ落とすんですけどね、なんで今日、ね、それこそ。なんか下手にね、なんか昨日のマリオでね、見に来てくれたリスナーさんが、うわ、この名前し、こんなまずいことやってんだって、なんかね、予想以上に誤解を招いちゃうというか、いつもはもうちょっとね、宝箱ドロップなりね、起き上がるなり、早いんですけどね、今日に関してはちょっとあんまりよろしくないですね、なんでかな、だってドラキどんぐらい？そんなに悪くはない。薬草は132くらいかな、116かな。あ、見ました、はい。16分の1だそうです。ね、16分の1って考えたら、ね、今日カウント64から52回だからね、3個ぐらいもう薬草はね、手に入ってていいし、いや、もうすぐ2倍ハマりだから、ねえ、ラッキー自体が起き上がっても全然いいんですけど、今日ここまで超過ゼロ。まずい、まずい、まずい。せっかく基本のマリオで来てくれたリスナーさんも呆れて帰っちゃう。もう帰っちゃったかもしれないけど。116の割には落ちませんね。落ちないですね。なんでですかね。何がいけないんでしょう、今日。おかしいな。なんでかな。なんすか、昨日僕がマリオに浮気したから。なんですか、ドラクエ5が、なんか、拗ねちゃったんですかね、ロムが。ロムって言っても、磁気ですよ、ちゃんと。エミとかじゃないですからね。おかしいな、今日。なんでかな。これは間違いなくて、用が悪い。いやいや、いいでしょ、ちょっと、お盆で、ちょっと、マリオにね、ちょっと。あ、やっときました。やっときました。やっときました。どうでしょうね。確率的に考えたらね、この状況でもね、そのね、5分の1で、まあ、ラッキーなんですけど、5分の4で、ね、薬草、ね。いや、信じましょう。これはラッキーです。ラッキーさん、いらっしゃい。ほら！見てください。ね。これが、帝王です。これが持ってる系生主の力です。ね、今日の一発目でね、この引きの良さ。これが帝王の力です。ね。あ、ドアキ、うつむいちゃって、かわいいね。寝てるみたいですけど。じゃあ、仲間入れましょう。ドラキ2匹目、ラッキー、確率64分の1、カウント117で終了ですね。はい。まあ、2倍ハマりまでいかなかったんで、よしとしましょう。はい、と。ということで今日は、はい、2時間で終わりますね。あと1時間。はい。続いて、ドラキー3匹目、ヨッキー確率同じく64分の1。やりましょう。よかった。今日2時間で終われる。よし、休める。休もう。何しようかな。たまには AV でも見て、ガチガチにね、4545とかね、やってもいいんじゃないかな。余った時間で。いやー、気が楽になった。よかったよかった。今日のノルマ達成ですからね。このタイミングでスマホ来た。
わら、あ、パチ本当パですチか。パチ、おめ何でしとうてごんざいまの？すかね。いや、しませんよ。疲れてるって言ってんのに、するわけないでしょ。まあ、そうは言ってもね、実は昨日何するのね。のにて届くの？いや、届きますよ。うん、そうは言っても昨日のね、マリオね、終わった後ね、ちょっとすぐ、どういう系統で抜ね、いてるの？どういう系統って言っても、うん、普通に、うん、何でしたっけ、あの X ビデオとかそっち系統ですよ。うん、まあたまにね、二次元なんかも、うん、利用はしますけど。運慶違こんいなまくす。だらない時間使わないでよね。だから休みますよ、ちゃんと。休みますよ。英気養いますよ。うん、今日は、うん。ね、夜だってドラクエ3の配信あるわけですから。さすがに、うん。くだらない時間。まあ、くだらないっちゃくだらないですけども。休みますよ。うん、とりあえず、あとね、今日、こいつ、よっきまでね、来てくれれば、御の字でしょうから。うん。でも、だいたい6、さっき、117、50。そっか、今日ちょっとね、マシントラブルで、うん、配信ちょっと遅くなりましたからね。そう考えれば、うん。ドラキーも言ってそこまでペース悪くないですからね。あと1時間あれば、うん。60行けば、うん、多分、ドラキ、ヨッキ来て終わるでしょ。うん。うん、まあ、そう考えたらね、はぐれの、ね、寝ない枠で、来週、ね、土日、やるとして、うん。今来た。はい、119コムさん、いらっしゃいませ。はい。ついマシ型、あのね、ドラキ2匹目ラッキーが終わったとこで今、うん、3匹目のヨッキー取り掛かってますけど、帝王さん元気になったみたいですね。そうですか。そこまでテンション高いとは思えないんですが、うん、ドラキーがもし今日終わればね、あと、うん、まあ今日まだ水曜日ですからね。木、金、土、日、月、火、水、これが昨日の夜より明るいですよ。いや、だって、金、金、心配してました。あ、本当ですか。そんなに消耗してました、僕。まあ、そこまで、まあね、限界ってことはなかったと思うんですが、昨日でそんな限界だったら、どうするんですかね、今度のハグで。9日あればね、余裕でしょう。うん、まあ、もしね、その、ハグレの寝ない枠より先にね、こっち終わったら、まあ、ドラクエ5もちょっと配信、ね、その日まで、お休みって形にはなるかもしれませんけど。マリオ人気だったし、またやってくださいね。いや、もういいでしょ。アクションゲーム、僕、下手だから向いてないっていうのはね、昨日の配信で、リスナーさんも重々ご承知いただけたんじゃないでしょうか。ね、そのね、またやってくださいねって言っても今度ね、リベンジやったとしてクリアできる保証はないですからね。うん、やっぱり僕はこういうまったりしたね、うん、ね、あんまりそういう反射速度とかね、そういうのね、要求されないゲームの方が、うん、性に合ってますよ。うん、まったりのんびり、うん、まあ、頭を使うことに関してはね。マリオが増えたリスナーは期待してるはずですよ。いえ、そんな、いるんですか？今、ね、その見てるリスナーさんで、またマリオやってほしいとか。いやー、無理じゃないかな。ね、昨日頑張って最後に、7の1まで行けましたけど、そこから頑張ってもね、せいぜい7の2、7の3で多分止まっちゃうでしょうし。
そのねその後にまだ8のね3も残ってるし、8の4のクッパもいるしね、難しいんじゃないですかね。最後の緊張感が良かった、ね、12時間やった時のね最後。ね、結構やっぱ手に汗かいてましたからね、今日なんか全然ですけどね、もちろん当たり前ですけど。ね、あの手のひらにね緊張すると汗かくって言いますけど、うん、まさにそれでしたよ昨日、うん、そういえばマリオで言えばね、昨日のあのリフトをね投下しちゃったバグね、どうなんでしょうね、あれ動画でアップロードしたらね、ニコニコじゃなくてもね YouTube とかだったら再生いったらそこそこお金でも何でしたっけ、お気に入りがなんかね1000件以上でないと無理とか言ってましたもんね。1000件は無理か。まあね、あれをね、そのせめてね、原因をね、解析して、ね、そこまでやれば、もしかしたらってところはあるかもしれませんけど、あれを再現しろっていうのはね、多分、なかなか難しいでしょうし、ね、それこそ、何十回も、ね、ゲームオーバーになって、やり直してを繰り返した、多分、末の現象ですから、あー出ないな、ちょっとあれなんで一遍セーブしに戻りますわ、うん、言ってね、あのね初見さんとかいたらあれですけど、うちのあの今これまあプレステ2でね起動してるんですけど、結構ね起動の段階でなんかディスクの読み込みが、うん、なかなかしてくれないんで、うん、大体いつも配信ね10分ぐらい前からねディスクね、トレイ開いて閉じての繰り返しでようやく起動できる状況ですから、うん、まあそういうの考えるとね、うん、ちょっとね急にもしかしたらフリーズしちゃう可能性もありますからね、うん、こまめにセーブしときたいんで、うん、申し訳ない。手を162時間ですね。まあ162時間でここまで来たっていうのは結構早いとは思うんですが、うん、ねドラクエ5の仲間モンスター集めねやったことあるリスナーさんならねその辺はわかるでしょうけど、ですよね、何を言ってんですか、もうあと1時間で終わりますよ、1時間というか、うん、まあ1時間ですね、2時間の段階でね枠は4時間取ってありますけど、うん、無理ですよ今日は2時間でね安全というか体調をね考慮して、うん、なんであと51分で今日申し訳ないですよ、終わりますよ。知りませんよ。だいたい昨日のねマリオの時でもね今日は休むかもしれないってあらかじめね伝えておいたはずですからね。そう考えれば、うん、ねなとりあえずね2時間でもね一応ね予約枠取ったね通行上やっぱり配信はしなきゃというねそういう責任感から今やってますけど、さすがにちょっと4時間はちょっと、うん、きついですね。今日は夜のドラクエ3もありますから、うん、来週のねハグレの寝ない枠のためにもね
ちょっとここらで、うん、休養取らないと、うん、ねえ、まあねえ、なんだかんだ言って僕一応まだね、去年違った今年のっていうか先月の7月からね配信始めたばかりのね新参者なんですけど、うん、なんだかんだ言ってここまでね一日も休まずね配信ね続けてますからね、ドラクエ5は、うん、僕なんだかんだ言ってねニートだけど意外と真面目っていうか、うん、ね律儀な性格してるんですよ。だから今日だって何年放送する予定？さあさあ。はぐれは24日金の夜からを希望です。24日金曜日ですか。まあそれまあね、マブルさんはまあその時間がいいってことでしたらまああれですけど、まあ他のリスナーさんのがね。6時間から減っちゃったから4時間からさらに減るのか。いや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 。いやだから今日だけですよ。今日だけちょっと2時間で終わります。明日はちゃんと4時間やりますから、うん、今日だけちょっと2時間でねご了承くださいよ、うん、24日ですか。まあ別にまあ他のねリスナーさんがそれでいいっていうなら僕はまあそれでもね、金曜ならね6時間に戻そう。いやです、それは却下、うん、この機会に、いや却下却下絶対却下、うん、6時間もこの作業やるの辛いしね、ましてやトークのネタが持ちません、僕6時間も無理です、うん、それは、うん、多分ねまだそんなにやるんだったらまだマリオ16時間でもやってた方がまだ間が持ちますけど、ダメです、この単調な作業配信ね、僕にそんな6時間もねトーク力を求めないでください。だいたい僕ね普段の配信だって1時間ねベラベラ喋ってももうその後無口でってねなっちゃうこと多いんですから、無理ですよ6時間なんて間が持ちません、うん、なんで、うん、じゃあマリオ2時間追加にしましょうか。追加は嫌ですよ。2時間ばかしマリオやってもね、そんな面白くないでしょう。まあね、ハグね、何日からやるかは、まあ、まだ決まってませんけど、うん、マムルさんがね、提案されて、うん、他に、反対意見がないなら24日夜、うん、でもいいですけど、うん、夜か、うん、まあそうなると睡眠時間とか調整しないとですけど、うん、まあ案外いいかもしれませんけど、うん、そうですね、夜から始めればね、まあ親も寝てるからそこからじゃなくてね、親に朝からやるよってことを伝えればまあね配信時間短く伝えられるし、うん、夜からでも、うん、夜からっていうのは、まあ、ありかもしれませんね。お、どうでしょうね。カウント12回。持ってる剣玉主ならね、もう一回、ね、その16分の1のね、草をね、くぐり抜けて、来るでしょう。これ、来ますよ。ヨッキーです。はい、これ、間違いありません。来ますね。ヨッキーさん、いらっしゃい。ちなみにこの薬草の名前がヨッキーっていうそうですね。はい、まあそんなに甘くないですね、うん、余韻でない、終わってすぐ寝れるし、うん、ただまあそのね寝た後のね配信スケジュールに体調を戻すのもちょっと難しいかもですけど、うん、まあとりあえずじゃあ今、うん、暫定でね、24日でしたっけ？金曜日ですよね。うん、今日15、16、17、24、うん、24日の夜で、うん、
いいと思いますよ。うん。24日の、どうしましょうかね。21時から。うん。やりましょうか。うん。ただね、うん。まあ、24時間、ね、ってか、うん。寝ない枠ね、うん。まあ、ね。休憩は挟みますよ、当然。僕の体調のね、あれもありますし、うん。ただいま、フロリダ。はい。マヨネーズさん、フロリダ。はい、お帰りなさい。そうですね。24日。21時で、うん、休憩挟みますよ、さすがにね、食事休憩とか。まあ、この間のマリオちょっとね、10分で食べるとかね、やりましたけど、ちょっと10分でさすがに、うん、食うものによりますけど、食べきれなかったですから。うん、まあ、多分30分ぐらい食事休憩は挟みますけど、うん、それでやりましょうか。うん、24時間か。まあ。いいよ。え？それでいいですか？うん。まあね。まあ他の生主さんがね、24時間どういう感じでやってるかわかりませんけど。休憩時間はもちろん時間カウント止まるよね。え？食事音中継ですね。カウント止まるんですか？知りませんよ。そんなルールあるんですか？別にね、その RT でね、例えば RT で考えてくださいよ。ね、もしね、何かのね、都合でね、そのね、トイレ休憩とか行かざるを得なくなったとしても、タイマー止めていいってルールありませんよね。タイマーは動きますよね。うん。だからね、別に食事休憩しようが、もちろんカウントはね、止まらないでしょ。うん。それがね、当然だと思いますよ。うん。まあ、止まらないっていうか、タイマーというかね、6時間枠4つで、それで終了ですよ。うん、ただ、それだけの話ですよ。顔出しなら止まらないよ。いやいや。あ、あると思うよ。ないでしょ、そんな。タイマー止まんないでしょ。枠移動中はやめていいという通例があったりした。え、本当ですか？あ、マテイさんどうもいらっしゃい。いや、そうなんですか。まあ言ってば枠移動なんてせいぜいね、そんなものの数分ぐらいですから、そんなの誤差でしょ、24時間のね配信に比べれば。うん、ねえ、まあ今日の目標にも書いてますけどね。うん、まあその辺は、うん、いろいろね、はぐれが仲間になるかならないかとかも含めてね、多少は前後するかもしれませんが、うん、いやー、ほんと24時間どうやってね、ネタで引っ張るというか、なんかやんないとっていうか、なんかないか、何すりゃいいんだろう。それも考えると怖いな、本当に。何すりゃいいんだろう。ああ、なんかそういうの考えるとまた顔が熱くなってきた。帝王さんが大手生主になる大きな一歩ですね。はぐれ24。どうなんでしょうね、大手になれればいいですけど、なれるかな。無理じゃないですかね。うん、まあそうは言ってもね、昨日の145コミさんいらっしゃい。いや、歌はともかく、ダンス、あの、僕、ウェブカメラとか持ってないんで、ね、踊ったとしてもお見せできないし、僕が踊ったら多分ね、上か下の階から地震が起きてんですけどってね、我が家にクレームがね、来ちゃいますから、ちょっと難しいですね。うん、歌もなあ、言ってる、あそこまでレパートリーないし、うん、
なんかあればいいんですけど、絶対歌だってね、24時間歌ってたら、ただでさえね、体力戦っていうか持久戦なのに余計な消耗したくないし、なんかないかな。リスナーさんを飽きさせずね、その、何か面白い案があれば、いいんですけど。次一休さん歌うときは力士っぽく歌って力士っぽくって言われても僕力士じゃないし、力士っぽくってなんすか。好き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 愛してるとかそんな感じ。力士って巡業で歌うたうんですよ。巡業では歌わないんじゃないですかね。いや巡業っていうかね、そのね、あのね、相撲場所のね、もっともったいぶらないと。あ、そうですか。そうですね、確かにあんまり安売りはよろしくないですよね。だってね、まあそのね、本場所のね、多分ね、休業中はね、テレビ出てね、歌うことはあるでしょうけど、巡業で歌うんですか？そんなこと聞いたことありませんよ、僕。僕が知らないだけかもですけど。巡業で歌うんですか？いや、ないでしょ、さすがに。今1時間22分あと38分ですね。まあ今日も終了5分前で復興行事だから何でもやるんだよな。復興行事、え、なんすか、震災のとかってことですか？東日本大震災のそういうのの、そっち方面でってことですか？いや、相撲自体の。いや、相撲そこまで、そんな今、落ちぶれてるってことでもないんじゃないですか。なんかね、確かにね、一時期、ね、その、満員御礼とかがね、止まったとかなんかありましたけど、今盛り返してるとか、なんかそんなこと聞いたような、聞かないようなって話で。マリオクリアできたの？はい、152個目さんいらっしゃいませ。いや、クリアできませんでした。あの、7の1まで行けたんですが、そこで、燃え尽きました。真っ赤に、真っ白に。なんで、あの、今日の目標のとこに書いてある通り、はぐれ、寝ない枠、はい、決まりましたんで、一応、今の予定では、来週の金曜日の夜から、まあ、炎上できるくらいには持ってるね。炎上。まあ、来週やる予定なんで、もし、はい、興味あるんでしたら、ご視聴よろしくお願いします。炎上できるくらいに、まあまあ、どうなんでしょうね。今日もいいタグつけてるね。え、今日もいいタグつけてる。え、タグ見てないんですけど、何をついてるんですか。誰ですか、そんな、何、褒めたら。もうそういうのやめてくださいよ。言ってね、毎回ね、予約枠取るたびにタグ消すの面倒なんですから、もう。どうせ消しますよ、今消しませんけど。褒めたら股間が伸び、嘘つくとどこが伸びます？嘘つくとどこも伸びませんよ。別に僕嘘つかない人間ですから。
ね、そんな僕がなんかね、日常茶飯事で嘘ついてるかのような、そんな言い回しやめてくださいよ。僕は一切嘘なんかつきませんから、うん、はぐれ24時間耐久とはまた長丁場を。え、ペコさん、あれ、え、24時間何言ってんですか。あの、ペコさんなんか勘違いしてません、ね、他のリスナーさんも勘違いしてるかもしれませんけど、ちゃんと見てください。ここね、ちょっとよく見てくださいね。ほら、ここ見てください、よく見てください。ここの2と4の間にこれほらね、小さくね、小数ね、入ってますね。このちっちゃくね、この 2.4 時間寝ないわけですからね。皆さんなんか勘違いされてるかもしれませんけど、 2.4 時間寝ない枠を、はい、やるんですよ。24時間じゃありません。24時間なんかやるわけないでしょね。2.4 時間です。はい。2.4 時間ならね、まあ、普段の配信と、まあ、変わらないんですけど、それくらいだったらね、はいはい、見えない枠で。見えませんか、うん、もうちょっと拡大すれば、まあ、見えるんでしょうけど、うん、ここにね、ちっちゃくね、全く見えない。ここにちっちゃくね、ほら、この建物のところに小数点が入ってんですよ。うん、やってましたか。160個目さんいらっしゃい。とりあえず、今日2時間だけですけど、はい、やります。うん、あとどうですか、あと1時30分ぐらいですけど、はい。うん、なんとかね、うん、だから 2.4 時間なんで、うん、問題ないですよ、うん、ね、来週夜からやろうが 2.4 時間でしたら、うん、何の支障もないですから、頑張りましょう。朝までやってもいいのよ。やりませんよ。マサポンさん、どうもいらっしゃいませ。はい。今日はもうあと30分で終わるし、金曜、来週の金曜日は 2.4 時間枠ということで、はい。いやー、よかった、よかった。うん、まあ、それでね、リスナーさんが許してくれればね、すべて万事解決なんですが、許してくれないでしょうね。特に多分ね、今なんかね、162個目さんの人なんかは嘘ついたって言われて伸ばされますよ、はい、流し替えで笑う。でもマヨネーズさん納得してくれます？ 2.4 時間だったとしたら。もしですけどね、うん、すると思う。でしょ、しないでしょ、うん、すると思う。だからしないんでしょ、うん、やりますよ、24時間ちゃんと、うん、それは約束します。よっぽど何かね、リアルなトラブルとか、僕自身のね、体調が本当にやばくなったら、まあやめますけど、そうでなければ24時間私は見に行けないけど。あ、そうですか。あ、残念ですね、うん、金曜の夜から土曜の夜、それだとなんすか、24時間のたすきってことになるんですかね、リレーで。まあいいや、うん、どうなんだろうね、あと1週間。僕ができることって言ったらね、せいぜい体力つけるぐらいですけど、24時間ごときでね、体力なんか向上するかどうかも怪しいし、今からじゃ本当にね、それこそ金曜の夜じゃ無理だわ。ああ、そうですか、うん、まあね、うん、リスナーさんからね、20、あ、金曜日がどうって人も言ったし、いつもの米稼ぎにまんまと引っかかってしまった。いやいや、別に米稼ぎじゃないですよ。まあ本当は、ね、最初ね、土日にやろうかなとも考えてたんですけど、うん、金曜がいいってリスナーさん言ったから、
まあ、とりあえずまだ正式じゃないですけど、暫定ではあるんですけど。好きあらばこめかせに。そんなにやってませんよ。何をやってるって言うんですか。すごい、やってる。はい、171コムさんいらっしゃい。やってますけど、あと30分で今日終わりますよ、ドラクエ5は。はい。まあ一応、ちゃんとね、睡眠時間、ね、ちゃんと8時間、取れましたから。実質土曜日でしょ、うん、土曜の朝からでもいいと思います。まあそうですか、マムルさんがそう言ってくださるならいいんですけど、だからその辺は僕のね、睡眠時間のスケジュールのね、調整とかもありますから、うん、だから本当にね、配信日近くにならないと正式に決められないかもしれませんけど、クイズですって。いや、クイズあんまりちょっと最近もううちの配信ではやめようってちょっと方針になってるんで、まあ一問だけならいいですけど。混乱する店はどこでしょう。わら。まあ一問だけですよ。もうちょっとそれ以上はちょっと、うん、他の方にちょっと申し訳ないんで。わら、うん。ごめん。わら。いや、いいですよ。まあ一問だけですよ。うん、丁寧に呼ぶと、丁寧に呼ぶと混乱する店。トムト、なんでしょうね。クイズ大会始まった。いや、クイズやりませんよ。クイズやりません、やりません、うん、ねえ、ちょっとそういうのね、あんまりやると。いや、終わらせてください。いや、ねえ、おやおや。ねえ、まあ、ねえ、好きなリスナーさんもいるでしょうけど、ねえ、ちょっと、まあ、嫌うリスナーさんも。正解です。わら。ああ、なるほどね。八百屋で、おをつけて、おやおやと。はあ、はあははあ、早いですね、さすが。まあね、多分をつけるってとこまでは、うん、なるほど、気づいたんですけど、うん、それを何につけるかまでは、うん、ああ、おやおやね。まあね、てね、ちょっとくらいだったら僕もクイズいいんですけどね、ちょっとこっちじゃないですけどね、ドラケ3の時とかね、すごい荒れましたからね、次の問題はよとか、うん、そのせいでなんかね、ちょっとね、嫌がるリスナーさんクイズ、うん、いたんで、まあそれ以降はちょっと自重しようということで、うん、決めてたんで、うん、申し訳ないですね。せっかく気ぃ利かしてね、クイズ出してくれたんですけど、うん、すいません、ほんと。ごめんね。いやいや、僕が謝るべきでしょう。ここはいいから3はよ。こんな感じでね、ね、3やってる時にね、3のプレイいいからクイズはよとかそういうこと言う人がいて、うん、それでもうちょっと、うん、多少ちょっとなんかね、カオス状態になっちゃったんだよ、うん、わらわら、うん、まあ、だから、うん、クイズなぞなぞはちょっと、うん、自重しようっていうことになったんですよ、うん。3やるの ?3 今日夜やりますよ、うん、まあもともと、うん、だから今日はね、ちょっと昨日12時間配信あったんで、本当は夜株は、いやー、ごめんなさいね、うん、ドラクエ3は一応ね、夜の部の配信ってことなんで、まあ誰とは言いませんけど、いや、アシトマスはそこまで、まあ、いや、あの人はね、問題を出してくれる側でしたから、結構そのね、クイズ出せて、せかす側の方が多分ちょっと、うん、問題だったと思うんですけど、うん、まあ、なんだかんだ言ってね、お願いしますって頼んだら、ね、リスナーさんもね、自重してくれましたから、いい人ばっかですよ、皆さん。うん、ね、そんなふざけんなとかね、逆ギレされるかなとね、ちょっとね、びくついてはいたんですが、うん、皆さんね、順応に応じてくださって、うん、いい人ぶく、
うん、うん、そうですね。皆さん、いい人ですよ、うん。僕にとっては、いい人だらけですよ。うん、あなたも、190個目さんも、いい人ですよ。うん、照れる。いや、いい人ですよ、本当に。お世辞抜きで。うん、そう思いますよ。うん、ね、世の中ここにいるリスナーさんみたいにいい人だらけだったら僕もこんなとこでね無職でね、いや、そういう意味じゃないですよ。普通にいい人ですから。ね、世の中の人がね、ここのコミュニティっていうかリスナーさんぐらい優しかったら僕もまた嘘始まった。こんなニートでくすぶってることもなかったのかもしれないんですけどね。うん、嘘じゃないですよ。本音ですよ。心の底からそう思ってますよ。別にお世辞とかじゃないですし。うん、心ないことを。なんでですか。本当に思ってますよ。感謝してますよ。仕事になると変わる人はたくさんいます。まあ確かにね。だからそれだけね、今仕事っていうか社会にね、ゆとりというか余裕がないんでしょうけど。もうちょっとね、なんかゆとりのある、ね、社会だったらいいと思うんですけどね、個人的には。なんか一部の人がね、お金儲けしたいっていうか、そういうふうに奔走するがためにね、周りが引っ張られて、煽りを受けて、苦しい思いをするってことになっちゃうんですけど。まああと15分、うん、カウント37、うん、なんとか仲間にしたいですね。2時間、うん、あと30分ですから、うん、まあ最悪ね、起き上がらないまでも仕事しよう。いやだ、したくないです。嫌です。働きたくないですっていうか、もうアルバイトでもどこも雇ってくれないぐらいの状況ですから、もう僕は積んでるんですよ、その、うん、人生が積んじゃってるんですよ。だからコミュニティがね、僕就活って、ね、派遣やってみたら無理ですよ。仲間にしてから終わっていいんやで。いや時間で定時で終わります。定時じゃないですけど、早上がりで今日は終わります。はい。ね、昨日、実質ね、サービス残業したようなもんですからね、うん、そう考えれば、今日はね、早上がりしたもんね、リスナーさんもね、文句はないでしょう。うん、ニート半年やったけど、来週から仕事だぜ。すごいですね。偉いですね。あなた、真面目ですね。ニート半年。仕事ですか。大変でしょうけどね。頑張ってくださいよ。うん、まあ、どういうお仕事かわかりませんけど。うん、ね、僕なんかがもう働けるとしたら、本当にね、いわゆるブラックというか、ドカタというかね、そういう、ガテンテというか、優しいね、そう、優しい、いや、僕優しいでしょ、普段。僕はいつも優しいですよ。うん、ええって、なんでそこでえっておかしいでしょ。優しいでしょ。誰に対しても。ね、等しく平等にね、丁寧に扱ってるでしょ。なんでそこでえって言われなきゃいけない。いやいや、おかしいおかしいおかしい。おかしい。おかしいでしょ。うん、僕はね、言ってね、嘘とかもつかないし、ね、ほんと。ね、成人空襲を絵に描いてる、ね、私は扱い悪い。そうですか。そんなにね、ゾンゾンの扱いした覚えないんですけど、ね、丁寧に扱ってると思うんですけど、気のせいですかね。
いや、来ないな。使い捨てのくせに。使い捨て。使い捨てって何ですか。使い捨てって。なんですか、そんな、僕そんなポイ捨てするような人間じゃないですよ、そんな。ちゃんとね、物だって大事に扱いますよ。ね、言ってね、仲間にしたモンスターだってね、全然、ね、モンスター爺さんのとこでね、丁重にね、扱ってるし、うん。そう考えたら全然使い捨てなんて。大体ね、モンスター爺さんのとこに預けたやつはね、使わずに捨てるっていうか、使わずに終わる方が逆に多いんですけど、うん。うちがね、そんな酷使してるのってせいぜい3兆ぐらいですからね。それはモンスター爺さんの手柄。いや、手柄っていうか。いや、だから仲間にしたのは僕の功績でしょ、うん、そうは言っても。あと一回ぐらいせめてね、薬草ドロップしてくれればいいんですが、意外とね、なんか16分の1の割には渋いですよね。ね、ダンスニードルなんかね、あんなに木の帽子ね、ポン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 、いらないもん、どんどんよこしてくれたのに。手話ほら好きだからな。こう嘘なんかつきませんよ。僕がいつ嘘つきました？僕は本当にね、成人君子をね、絵に描いたような人間ですから、そんな、ほら、ほらなんかね、吹きませんしね。もしね、カッポレのことか。うん、カッポレ。ね、すごい。大丈夫、それ。それはまあ、ほらね、嘘をついたというか、はい、まあ、今の嘘。ほら、リスナーさんを思いやった上での嘘ですから、うん。相手を思ってこそのね、嘘はね、たまにつくことはあるかもしれませんけど、それは相手を思えばこそですよ。自分の保身のための嘘なんかはね、絶対一度たりともね、ついたことありませんから。身長いいじゃないですか、別に身長体重がどうだからって。ねえ、ダンスニードの時はね、あんな16分の1のいらないカッポレをね、どん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 ね、ポイポイこっちに、ほら、くれてやるよってくれてたのに。こっちのね、ドラキンはね、たかだか薬草なんかをね、そんなケチって、全然よこさない。ね、本当に同じ16分の1なのかってね、ちょっと、ね、問いただしたいぐらいですけど。はい、嘘。マリオアーククリアで、ハイバチゲームなし。と言ってました。個人のためにハグレイズと言って言ったよ。いや、違う違う。あれは嘘というよりは、ほら、ネタでしょ。ネタでしょ。ね、ハグレの 2.4 も、ほら、ネタでしょ。ネタでしょ。そういうのは嘘とは言いませんよ。そういうの嘘と言いません。それは、ほらね、リスナーさんたちの笑いをね、提供するためについてる。まあ、嘘じゃないけど、ね、お笑いですよ。ギャグですよ。ネタですよ。そういうのは嘘とは言いません。笑えないよ、もう笑えなくなったよ。そういえばあれ終わったよ。そういえばあれ終わったよって、え、何ですか、あれって、いや、笑えるでしょ。笑ってくださいよ。うん、何も。あれ？あれって何ですか？もう信用できません。妻との転生でーす。笑。終わったって、さりげなく、いや、そんな信用してくださいとか、さりげなくすごい重いこと言いましたね、あなた。終わったよで済ませ、そういうことですか、その、ねえ、知ってる人は知ってるでしょうけど、そんな、ね、今日ね、もしかしたらね、マリオで見に来てくれた人は、そんな妻となんて、おめでとう、ね、だからあれでごまかしたんじゃん、うん、笑おめでとうなんですかね、僕としてはありがとう、いいんですかね、ありがとうで、うん、まあじゃあおめでとうって言っておきますよ、僕からも、うん、おめでとうございます、はい、まあね、早いに越したことはない、奴隷解放、どれ
ねえ、まあ僕はね、僕はね、結婚したことないからね、そういうのね、全くわからないし、うん、もちろんね、口を挟める、ね、権利もないですからね、それについてどうこう言えることはありませんから、うん、まあ、おめでとうとだけ、はい、言わせていただきます。はい。いや、軽いですね。すごい軽いですね。まあ軽くなったってことかもしれませんけど、どうなんでしょうね。実際、うん、まあわかんないことだらけですからね。結婚したことないし、結婚どころかね、彼女すらできたことないから、うん、そういうのが全くわからないですけどね。まあそれはね、あとはここで会わなければいいんだが、笑。その奥さん、ね、この配信知ってるんですか、見てるんですか、わかりませんけど。やだな。まあね、ひょっとしたらね、今は知らなくてもね、何かの表紙でこの配信を見ることになってね、旦那さんとどうこうってね、話とか聞いて、一緒に見てたよ、一昨日まで。本当ですか？そんな一緒にね、見られるぐらいだったらって言いたくはなりますけど。まあやめときましょう。マジだよ、笑。本当に？本当ですか？話持ってません、ちょっとぐらい、うん、まあいいや、うん、しょうがない、うん、信じてよ、笑。いや、信じますよ、信じます、うん、まあね、僕もあんまりね、詳しくは知らないんですけどね、僕もいとこでも、うん、今の多分マヨネーズさんとね、近い状況のね、家庭が、うん、いるとは聞いてるんですが、うん、ね、ただそこはね、子供ね、3人ぐらいね、いるんですけどね、果たしてどうなるのか。うん、まあ子供もね、もう結構ね、多分もう成人してるでしょうから、うん、そこまでってことはないでしょうけど、うん、なんか重くなっちゃいました。まあしょうがない、うん、とりあえずあと、うん、7分頑張りましょう、うん、なんとか52回の。男は不利だよ、女性の意見ばっか提案してくる。そうですか、不利ね。まあそこはね、男と女の。あと7分なの？え、はい。今日は、昨日12時間やったんで、いや、本当は今日休む予定だったんですけど、うん、まあ予約枠取っちゃったんで、うん、一応ね、配信はしますけど、今日は2時間だけってことで、うん、申し訳ないんですけど、あと、うん、6分で仮、終わらせて、セーブして、はい、配信も、終了します。申し訳ありません。うん、パパス、ヌアー、イブル、ギョエー、ムーンブルク王、グレイス王、ギョエー、ヘレン王女、ギョエー。230、ニコムさん、いらっしゃいませ。いや、そんな、悲鳴あげるほどのことでもないでしょう。うん、申し訳ないけど、あと5分ちょっとで終わります。うん。行平、うん、グレイスを、グレイスを行平、うん。え、でも、行平。
微妙に違うんですね、言い回しが。うん、いや、まあ、魚影やと思う。コンビニ行ってきてよろしいか？はい、いいですよ、いいですよ。ってか、もう終わりますから、うん。行ってきてくださいよ。うん、まあ、言ってね、あと5分足らずで、そんな仲間になるなんてね、ことはそうそうないでしょうから、うん。もう行ってきていいと思いますよ。渋いなこいつ。ドロップが渋いっていうのはなんかちょっと異様に腹立ちますよね。たかだか薬草の分際でね、そんなね、起き上がらないな。ともかく薬草を渋るっていうのはちょっとね、納得いかないですよね、こいつ。薬草なんかね、たかだかね、8ゴールで買える代物なのに、何をそんな渋ってんだと。まあ、こう考えるとね、やっぱりね、乱数の偏りというか、結構ひどいですよね、同じ16分の1でも。ダンスニードの時なんかね、もっとポロポロ落としてくれたんですけどね。楽しいのに伸ばそうよ。ごめん、いや、今日はダメです。終わったら何するの？はい、ライバル過疎放送で話しに行く。ライバルだともかく、ライバル過疎放送、いや、叩くならね、もっとでかいとこでしょ、でかいとこをね、荒らして。やってませんよ、そんなこと。やりませんよ、普通に休みますよ、休憩しますよ、横になりますよ、うん、寝るかもしれませんよ、仮眠取るかもしれませんけど。嵐なんかやりません、やるわけないでしょ、そんなこと。でもそんなね、過疎放送をね、潰すぐらいだったら上を潰してね、ノリツッコミも習得したのか。そんなことありませんよ。どうせだったらね、でかいとこね、潰した方がね、僕がね、大手になれるチャンスがね、増えますからね、そっちの方がマシでしょ。やるとしたらですよ、もちろんやりませんよ、うん、そんなことやってませんよ、うん。まあそれだったらね、別になんかね、興味ある放送あるかなってね、チラ見ぐらいしますけどね、そんな嵐なんかやりませんよ。いやー、出ないっすね、57回。もうね、カウント的には起き上がってもいいと思うんですけどね。2匹目ハマった時はね、3匹目結構ね、早い段階で仲間になるケースも多かったんですけどね。なんかね、100匹超えたぐらいから、なんかちょっと、うん、今までの統計パターンとね、ちょっと変わるようになったというか、うん、仲間になる確率が悪くなったというか、ね、だから僕がね、以前提唱したモンスターじいさんのとこにね、預けてる数がね、増えるたびに、仲間になる確率が実は下がってるんじゃないかっていうね、なんて言ってたら、どうでしょうね、ここでね、起き上がったらまさにね、配信的にもね、まさに縁も立て縄って感じで、いい感じでね、締められるんですけど、どうでしょうね。薬草出たよ。ね、薬草だけにね、くさーってね。やっぱそう、世の中甘くはないですよ。チキショウ。てんてんてん。やっぱりなんかね、仲間になるモンスターが増えるためになんか確率悪くなってるんじゃないですかね、本当に。冗談抜きで、なんかそんな統計ね、なんか感じられますよね。それも含めて収束するんでしょ。前半良すぎたでしょ。ああ、なるほどね。そういうことかね、うん。でもそう考えたらね、なんかまだ言ってね、その82時間もやってよくまたゲームできるな。そうですか、まあニートだからでしょ、うん、ちゃんと ね睡眠時間、睡眠時間取ったから、うん、やってるんですよ。さすがにね、寝不足だったら、あなたニートなのに規則正しい生活してるのか、うん、いや、ニートが規則正しい生活しちゃいけないんですか。
ね、ニートだからってそんな不規則とかね、そんなダラダラとか、そんなね、それは偏見ってもんでしょう、うん。別に、いや、まあね、不規則でダラダラですけど、ニートでもね、こういう配信やるならね、ちゃんとね、時間守ってね、リスナーさんのことも。いけないと言ってないだろ。昨日マリオやってたね。怒るな。いや、怒ってはいませんよ。いや、だから、うん。ね、怖い。いや、怒ってませんし。言ってるんだ。ああ、うん、だから、うん。ただね、やっぱ、リスナーさんのことを、怒ってませんよ。怒ってません。本当に怒ったら、いや、本当に怒ったら、あ、やってんだ、これね、そんな、ね、本当にね、切れたら、もっとね、怒りますから、うん。あ、どうでしょう、61回で。うん、だそう考えたらね、全然切れてませんから、どうでしょうね、61回目。うっさい、笑ごめんなさい。通報しました。なんで通報するんですか。恐怖を覚えた。いや、恐怖、うん、ごめんなさい、すいません。うん、だからそう考えたらね、僕全然切れませんから。おかまみたいな切れ方。いや、おかま知りませんよ。あ、もう時間過ぎてますね。あ、そうですか、ありがとうございます。うん、ね、だから僕そんな切れませんよ、言ってそんなに。うん、爆笑して払いたい。あ、そうですか、ありがとうございます。確かにおかま、あと3日やろうよ。いや、時間ないですよ、もう。あ、そっか、終わるのもったいない。まあそっか、確かにね、ね、2時間オーバーしてもいいか。まあ4時間、じゃあカウント64までやりましょう。うん、それでちょうどくっきりですし。うん、そうですね。昨日のね、昨日じゃないけど、また切れよう。いやですよ、もう切れませんよ。また切れようって、別にさっきもだから演技ですから、切れてませんから。うん、ダブル。じゃあ、あと、カウント2回。ちょうどね、64分の1ですから、あと2回カウントして終わりましょう。クレヨンしんちゃんに出てくるオカマみたいだった。いや、知らない。クレヨンしんちゃんのオカマ、知らないです。ね。あのね、園長でしたっけ、あの組長みたいな人は知ってますけど、おかま知らないです。うん、もうやめんの？え、うん、だから昨日12時間配信したんでね、本当は今日ね、休む、会えたかも、休むつもりだったんですけど、うん、まあそれでもね、もう予約枠取ってたんで、まあとりあえずね、配信だけはやろうってことで、はい、2時間限定で今日。しモノマネうまいな。いや、知りません。だから卑怯じゃないでしょ。何が卑怯なんですか。はい、64終了。はい、これで終わります。今日申し訳ないですけど、この後休みます。はい、一応4の部のドラクエ3は、はい、今度ミラー放送していい？やりますね。ミラー放送。いつ起きだったの。まあ別にしてくれて、昨日、ね、この後寝るの？うん、多分一寝入りするかもですね。昨日ね、あの、夜の2時にね、配信終わって、その後寝ようとしたんですけど、ちょっと2時間ばかし、うん、寝つけなくて、うん、4時に寝て、それから8時間寝て、12時半かな？うん、それで起きて、まあ、飯食って、うん、まあ起きてるから、じゃあやろうかなって配信、うん、とりあえず2時間、まあ一応ちゃんとね、睡眠時間取れたから、うん、まあまだちょっとね、気だるいんですけど、うん、まあ配信はやろうと思って。普段12時起きなの？まあ日によってですね、まあ大体そんな感じですよ、今のね、生活サイクルだと。はい、まあその日によってですよね。買い物あったらもうちょっとね、早く起きなきゃいけない日もありますし、うん、お疲れ様でした。はい、どうもお疲れ様でした。はい、すいませんね、今日2時間しかお送りできませんでしたけど、はい、一応今日の夜はまたお疲れ様です。